皆さんこんばんは中西由里です偉人素顔の履歴書アフタートークえ番組収録後に番組の中ではご紹介しきれなかったエピソードなどを番組の人事部長で歴史家の各構造先生に YouTube でたっぷり語っていただく偉人こぼれ話のお時間ですで今回からこのコーナーリニューアルします これまでは過去に番組でご紹介したイジのこぼれ話をご紹介してきたんですけど、うん、今後はあのこれから BS11 で放送する回の見所、ころを放送に先立ってご紹介していこう、ね、ということになりました、うんはい、えもちろん収録で話し切れなかったエピソードも先生にたっぷりお話ししていただければと思いますい、はい、よりこう番組を皆さんに楽しみにしていただけるような内容になりますので、うん、ぜひお楽しみくださいさあ、えー、早速ですが本日のテーマは こちらです。え、2022年6月25日に放送となります。徳川三代2時間スペシャルです。うん、ちょうどね、先日私と先生はロケにね、ロケに行ってきましたね。はい、行ってきました。オールロケですからね。そうなんですよね。うん、ちょっとスタジオ飛び出して初めてロケに行ってきたんですが、はい、その時の写真が用意されているということで。うん。あ。 これですね。ああ岡崎城ですね。ま、はい。あの家康生誕の地ということで、はい、岡崎城行ってきましたけれども、うん、これで、ね、天守に登ったんですよね。<laughs> すごい風が強かった。風がね。えー、<laughs> なんですけれどもでもこうあと岡崎の街を一望できて、うん、ああ家康もなんかこんな気持ちだったのかなって <laughs> <laughs> ちょっと思ったりしましたよね。うん、あここで生まれたのかというのはね。そうですね先生どうでしたか岡崎は。 あの、なんて言いますか、ね、すごく穏やかな土地ですね。うんうん、あの、なるほど、こういうところで生まれたのかというふうに、なんか妙に、なんか納得しましたね。家康の人間を作る上で、うん、ま大事な場所だったんだろうなという感じでした、ね。はい、で、そして、もう一枚ありますか。あ、これ、ね。あ、これはね、はい、私は一時間ぐらいかけて、あの、説明したいですね。<laughs> あの、鷹城誕生。<laughs> あの、驚きましたね。中西さんは度胸がいいなという。あ、そうですか。うん、あの、たというのはですね。相手を見るんですね。お<ー>だから、相手がおじけづいてると、やっぱりたもどうしていいか困るんですね。 あなたこれこの時あれですからね、リハーサルなしで載せましたからね。そうですね。はい。あのもう初めて、<laughs> うん、まあ家康が大好きだったという高がり、うんうん、まあ挑戦させてもらったんですけど、うん、やっぱりでもバーって飛んできた時は結構緊張しましたね。うん、緊張してたのあれ大。大丈夫かなと思ったんですけど、なんかこう腕にドンって止まってくれた時はなんかすごい。うん なんかわいいとな <laughs> なんか嬉しくなりましたしいやね片柄で見てたらね動揺する素振りもないしやっぱ同居を座ってるなとかもだから分かっててきたなというそういうそんな気がしましたけどね。<laughs> いやだから先生にも本当は挑戦一緒にしてほしかったんですけど。あ、うん、あのねタカはねあのねねは 目を合わせるとダメなんですよ。あ<ー>で、まあ以前やったことあるんですけども、えー、私どもあの例えば剣術とか武道とかいうのは相手見ないとやれないもんですからね。<ー>相性が悪いんですね。<あ>うん、どうしてもこう顔見たくなってしまう,う。向こうは見たくないわけで、あの会わないので、私見たら中途半端なやつがやるよりは、その独創のある素人ですの方がですね、も <laughs> う安心して飛べるわけです、ね。そうですか。まあでもなんかこう家康も。 愛していた鷹狩りという、なんか鷹が可愛らしかったので、なんか家康もこう癒されてたんじゃないかな,なんて思って。しまい,ました、うん、いや、でも鷹が可愛いという人は珍しいと思ってすいますごい。スタッフもみんな可愛いってい、うん、言ってましたけどね。うんうん、あ,ねあの紐なしで飛んできましたからね。そうなんですよね、うん。もうぜひね、その場面は注目していただきたいと思いますね。え、そして、次の写真ありますか。あ、これは。 久能山東照宮に行った時ですね。あ,まあ、あの上がりましたね上まで。はい。うん、いやなかなかハードな道のりでした東照宮全部上がっていくのが。うん、いや驚いたのは結構あのこの番組 BS11 の本番組を見てくださっている方が多いということですね。あね参拝している方の中にも見てますって言ってくださった方が声かけていただいてですね。いや嬉しかったですね。嬉しかったですね。はい。まあでもやっぱこう独特の雰囲気ありましたよね東照宮は。うん あのいかにも一番最初のあの闘勝軍だなというね威厳というかああおおさみたいなものがありましたねはいさあそして次の写真ありますかあこれですね江戸城の外郭を、うん、なんとクルーズで巡ったんですよね,、はい、ねまさかね例は21世紀の、えー、今日にですね江戸時代のその石垣が、えー、有効に使われていてなおかつあの一箇所とか二箇所でなしにですね。 分散していろんなところで見れたというのは驚きでしたね。そうですね。こうやってクルージングでその東京都内巡っていくんですけど、もう見えるんですよね。当時残っていた。うん、まあちょっとこれ以上言うと楽しみがなくなっちゃうかもしれないから <laughs> な、うん、これぐらいにしとこうかなと思うんですけど、うん、まあね結構当時を感じられる場所があましたね。うん、のね、番組を見られたらあのクルージングしたくなりますね。あ、そうです、ね。うん、いや本当にあのぜひぜひあの私もう一回行きたいなぐらいの感じだったので <laughs> 楽しかったです。はい。 さあそしてもう一枚ありますか。うん、これはですね徳川十九代、はい、徳川家広さんと義信、えーうん、さんの直系になるわけですね。はい、次は家里さんというのが十六代だったわけですけどもその家系になるわけでいや貴重な話がたくさん聞けましたね。そうですねお話をさせてくださいて、えー。徳川のお早期に相当する人たちが何を考えてるのかというのはね、えー、ちょっとなるほどなと、うんうん、あそういう角度で考えてらっしゃるのかというのはね。 えー、大いにに勉強になりましたね、うん、やっぱ先生みたいに、ね、すごく歴史を、ね、ご存知のもう勉強されてる方でもちょっと知れば <laughs>、ね、これ知らなかったぞっていう話もあったんですょね,あのね、えー。19代さんの先代とは何度か講演会をご一緒させていただいたり対談をご一緒させていただいたりあのご自宅の方にお招きいただいたりしたことはあるんですけどもあの2代続けてまたね あのよくあの当たり前と言われるそれまでの話ですけども親子で似てらっしゃるなというねそうですか、うん、あの若い時の写真があってこれどちらなのかなという <laughs> 思ったんですけどねそうですね、うん、で本当に貴重なお話を、はい、他では絶対聞けないようなお話を、ええ、たくさんお聞きできたので二、ね、時間スペシャルはねそういう聞けない話 普段どこ行ってもですね、そんな話、絵というのは驚きのね話が聞けますね。そうですね。うん、ぜひぜひ楽しみにしていただけたらと思います。うん、で、そして、えー、次の写真です。が、あこれは、えー、私がちょっと一人で行かせてもらったんですけど、はいうん、日光東照宮に、私初めて。うんうんうん ね、すっごい雨で <laughs> ちょっとなんかそこはちょっと残念かなと思いきやあの現地の方にあの雨だからこそある日光の良さがあるっていう<ー>あの魅力をちょっと教えていただいたりもしたので、うん、なかなか雨ならではの雰囲気といいますか、うん、なんかやっぱ神秘的な感じが際立っていてこれはこれで素敵だなと思いましたね。はい、うん あやっぱりこう東照宮、本当初めて今回行ったんですけどなんかこう想像してたなんた豪華絢爛で徳川の権威を表したみたいなイメージとまた違ったメッセージみたいなのをたくさん感じることができたので,、はい、であこちらの写真なんですけれども、はい、あのこの左の赤い。 上着を着た方の動者引きと言って、うん、東照宮の中を案内してくださった方なんですけれども。<ー>本当にもうここでしか聞けないような貴重なお話をたくさん伺いました。うん、新たなあの日光東照宮の一面をちょっと、ねうん、視聴者の方にもぜひ知っていただけたらなと思います。うん、そして今回の二時間スペシャルの予告編がこちらに届いていますのでご覧ください。うん、次回の仁須川の履歴書はスペシャル。 各先生がスタジオを飛び出して江戸幕府の礎を築いたリーダー像に迫ります当初のプランの通りにそれをきっちりやっているとすごく合理的なあた知られ,れざる一面ではなんか分かっている気偉人・菅尾の履歴書徳川三代家康秀忠家光のリーダー像は6月25日土曜日夜8時放送です 先生はあの、こう家康、秀忠、家光、この三人の関係性はどうお考えですか。はい、私はね、その百、えー、年持つ組織というのは、創業者を研究すればいいと思ってるんですね。創業者が優秀であれば、えー、組織は会社であっても、国家であってもですね。百、えー、年は持つだろう。しかし、ね、約三百年影響を与え続けることが。もし可能だとするならば、創業者だけではね、計れないんですね。 創業者だけでは測れなくて、やはり二代目がどうであったか。私は三代の中で、実は二代将軍の秀忠を一番、あの、注目してるんですけどね。ああ、そうですか。うん、それはどんな点でですか。あのね、えー、秀忠で言いますと、先入観が多すぎるんですね。うん、ええー、関ヶ原遅れたじゃないかと。<ー>で、気が弱い。年上の奥さん持って、何のあいつはと、こういうふうに言われるんですね。 とととところがそのののほとんどが彼の演演出出ではななかかったわざとむしろ家康という人を立てて自分が黒子に徹する自分の政権というのはリリーフで三代将軍の家光の時に盤石になるようにということを彼は考えることのできたああ素晴らしい経営者ではないかなとそれは確かにちょっと一般的なイメージとは違うかもしれないですね。はい ぜひあのそういう解釈もあるかというところで見ていただきたいですね、はい、徳川三大スペシャル特別編は6月25日土曜日夜8時 BS11 で放送ですさあ偉人こぼれ話では視聴者の皆様から各先生に寄せられた疑問質問に先生にズバリ答えていただきます、はい、題して教えて各先生のコーナーです 早速ですが、番組サイトに届いた質問をご紹介していきます、えー。東京都にお住まいのペンネームいのれれさんからいただきました。<お>ありがとうございます、えー。徳川家はなぜあれほど長く政権を維持することができたのでしょうかということです。いい質問ですね。うんえー、約300年正確には265年持った政権というのは珍しいと思うんですね。はい。まあそれ世界的に見ても珍しいですか。はい、あの極めて難しいあの珍しいですね。 でなおかつこの265年ほとんど戦果を交えることがなかった平和な時代だったわけですね、うん、稀に見る成功だと思いますけれども、はいいいままだにに日本人のの全体に与えた影響ととうのはあると思いますね、うん、私は、えー、この265年、まあ、約300年持った政権は、えー、そもそも最初の家康秀忠そして家光の3代にわたって、えーまあ、設計された。 えー、爆破体制そのものが、やっぱりよく機能してたからだというふうに思いますね。まさにね、今度見ていただく二時間スペシャルにつながる内容ですね。はい。で、一言で言いますと、徳川政権というのは、利便性を、カットした、無視した。そういう政権なんですね。あ、というのは。どういう,ところですかうん。あの、大井川に橋をかけない。 かけられなかったっていう人がいるんですけどもそんなことはないわけで戦国時代でも船をつらいで橋にして人を渡すことはもうあったんですねしかし大量に橋を橋をかけることによって大量に人間や武器弾薬が移動するのを恐れたのが徳川幕府なんですねあえて大井川に橋をかけることをせず で不自由だと分かっていて人の肩に乗せてですねものを人間を運ぶというそういう原始的なやり方を取ったわけですね。で江戸時代は毎年のように大官所あるいは町奉行所に馬車馬があの荷車を引くやつですねあれをそのつ、えー、使,って使わせてほしいという倫理書が出てるんですね。しかしかそうすすると大量に物が動きますねはい 幕府はそれを恐れるわけですね。うん、結果、あの幕藩体制が終わるまで、明治になるまで、馬車は登場してないんです、ね。ああ、そうですか。あの、時々、いい加減な時代劇には馬車が出てきますけども、最後まで一度も認可されてません。ああ、そうなんですね。うん、あの徳川幕府は二度と乱世を、その乱世に戻さないというのがスローガンで、無事太平の世の中を作るというのが目的なんですね。そのために便利であるという利便性を切った。 ここはやっぱり注目するべき点だと思いますね。だから長く続くことができたとね。そうことなんですね。はい、ありがとうございます。さあ、続いての質問です、えー。福島県にお住まいのペンネームやすさんよりいただきました。はい、ありがとうございます。ええー、もし真田幸村が徳川家康を打っていたら、大きく歴史は動いていたと思います。真田幸村の敗因は何だったのでしょうかと。うん、まあ、あのこの番組では真田信繁で。紹介します。うんはい、あの番組では信繁でやりましたね。はい このね。質問にはねいくつかその物語が入り込んでいるんですね、はいえー、例えばえー、まサラダ。幸村は信繁です。けれども、家康を売ったとしたら大きく歴史は動いたと。 言うんですけどね、はい、私はまずあの大きく動かなかっただろうと。あそうで,すかでさらにその「敗因は何だったでしょうか?」と言うんですけれども、えー、ちょっとね物語小説を、えー、加味しすぎてる感じがしますね。大阪のの陣陣でで徳川家康の陣が崩れたんですねこれは要するにあの慌てたその旗本八幡基がですね旗を落としたりですねしたわけですね。で原因は何であったかというと世代交代なんです。うんうん あの関ヶ原の戦いを戦った連中の子供の世代になってるわけです。はい、ということは戦場経験のないやつが家康の周り固めてたんですね。<ー>で旗が大将の旗がですね落ちたということになって家康は撃たれたんじゃないかと勝手に思い込んで逃げたんですね。<laughs> そういう局面だけを見てあそのサラダが勝ったということになってなおかつ家康が撃たれてということにはならないんですね。はい 映画の世界ではそれこそ突撃していく真田の軍勢にですね徳川家はこうなんて言いますか、えー、次々跳ね返されてですね、えー、その家康が危ないという状況を作るんですが史実はそれれほど家康を追いい詰められてないんですね大名軍の方がはるかに軍勢が多いわけであって仮に旗本八幡基が崩れたとしてもです、ね、その周囲を固めている大名家が十分にそれを吸収することができたわけですね。うん したがって夏のの陣で勝てる可能性というのはまずあり得ないなおかつ仮に家康が打、えー、たれたとしてももうすでに二代将軍の秀忠の政権というのは動き始めてるわけですねおそらく、まあえー、徳川家中でその内乱に近いようなものが考えることができたとしてもあ歴史そのものがもう一回戦国時代に戻るかとかですね新たな局面を迎えるかというと私はそれは難しかったような気がしますね。 歴史に学ぶときはぜひあの史実を見ていただきたいですねどういう状況にまで家康が追い詰められてたのか佐野、えー、田がかわいそうじゃないかということで佐野田が活躍するように描くのは、えー、これは史実ではないということですねそこは差し引いて考えていただきたいと思いますね、はい、ありがとうございましたさあ各先生の質問は b s ブンの番組ホームページから投稿していただきます皆様からのご質問お待ちしております 偉人素顔の履歴書は毎週土曜日夜8時全国無料放送の BS11 で放送中です番組では素敵なプレゼントが当たるチャンスもありますのでぜひチェックしてくださいそして YouTube でお楽しみいただける偉人こぼれ話は毎週火曜配信ですそれではぜひチャンネル登録をよろしくお願いしますではまた次回お会いしましょう、はい